こんな感じに完全ワイヤレスイヤホン化ができるというワイヤレスイヤホンの枠組みを超えてですね、ワイヤレス Bluetooth ドングル、それとね十分渡り合える音質といっても全然過言じゃないと思います。ハイエンド環境を完全ワイヤレスで構築したいならもうこの製品一択なんじゃないかなと思いました。こんにちは、イヤホンヘッドの専門店イヤホンのピエラスタッフのかわちゃんです。今回の動画でご紹介させていただく製品は IFI オーディオ GoPod でございます。こちらがイヤホンウェブ本店価格で 59,400円で発売している製品でございます。こちらの製品はですね、どういった製品かと言いますと、ケーブルが脱着できるリケーブル対応の IM イヤホンをこんな感じに完全ワイヤレスイヤホン化ができるといういわゆる完全ワイヤレス Bluetooth アダプターでございます。で、こういったですね完全ワイヤレスに対応させる Bluetooth アダプターって、まあ、各社から発売されているんですけども、値段をね比較すると、ね、他のブランドの高くてもまあ3万円ぐらいと、まあ、こちら今回ご紹介させていただく GoPod はねかなりお高めな設定となっております。でもこの高めのね値段設定にはねしっかりと納得できる理由がございます。今発売されているその完全ワイヤレス Bluetooth アダプターと比較するともうね顕著な差を感じるほど音質が優れた製品でございます。なんでまあ今ねすでにカスタム IM とか、まあそれこそ10万円を超えるハイエンドイヤホンをお持ちの方でワイヤレス化したいな、でもせっかくのね音質を活かせないのはちょっと嫌だなと感じられていたお客様にかなり刺さる製品なのではないでしょうか。でまあライバル製品と大きな差をつけているのは、まあ、音質はもちろんなんですけども、まあ、機能面に関してもやっぱりねその高級機との組み合わせを想定しているなという部分を多く感じられる製品だと思いました。それでは早速製品の特徴をチェックしていきましょう。でこちら、iPhone Audio の GoPod のポイントなんですけども、まあ、先ほど申し上げた通りにやっぱりですねその高いだけあって従来製品とは大きく差がある音質設計が特徴となっております。一般的な Bluetooth のアダプターって、まあチップに SOC システムオンチップを採用している製品が多くてですね、まあね、なんせねこういう小さい製品なので、このちっちゃい筐体の中に、まあ、ダックとか Bluetooth デコーダーであったりアンプなどをこう一つのこうチップにまとめているんですよね。で、まあ、それはですね小型化するにはかなり有利な手法ではあるんですけども、やっぱりこうギュッと、ね、詰め込んじゃうんでどうしてもねこう音質的には妥協が求められてしまうんですよね。で一方でですねこちらの GoPod はダック部分やアンプ Bluetooth デコーダーなど、まあ、重要な部分がね別々に、分けられて設計されております。なのでいわゆる、DAP であったりとか、高級なワイヤレスドングルと同じような設計がされています。なので本当にこう従来の製品とは一線を画す、音質を実現しております。で、またすごいところがあって、ダックチップはですねシーラスロジックのマスターハイファイチップをなんと左右に一つずつ、使っているというのも驚きのポイントなのではないでしょうか。で、しかもアンプ部分はなんとですねバランス回路も搭載しているのが特徴となっております。なので本当にねこういったスペックだけでも、まあ、ただものじゃない、完全ワイヤレス Bluetooth アダプターなんだなということがね、わかるかなと思います。で、こちらのね、GoPod がですね、なんとですね、こんな感じで、コネクターが脱着式なんですよね。で、今これ MMCX 接続してるんですけども、例えばこう A2DC コネクターであったりとか、IPX コネクターみたいな感じで、このイヤホンに合わせて、Bluetooth アダプターをね、交換することができるんですよね。で、今までの製品って、脱着に対応しない製品があったんで、本当にイヤホンに合わせて、その製品本体を選ぶ必要があったんですけども、まあ、こちらね、コネクタ部分が脱着式になっているので、製品一つで、様々なイヤホンと接続することが可能となっております。で、コネクタの種類なんですけども、まあ、もともと付属しているのが、MMCX コネクタと 2ピンコネクタです。で、さらに別売りで、ペンタコン、あとは T2、A2DC コネクタの、イヤループコネクタが販売されているので、本当に多種多様の製品と接続することが可能となっております。
あとこちらの製品はですね、本当に高性能なチップを生かすべくハイレゾコーデックにも対応しております。 iFiO と GoPod は LDAC、LHDC、HWA、AptX Adaptive、AptX、AAC、SBC と様々なコーデックに対応しております。で、24bit の 96kHz のサンプリングレートに対応しているので、ハイレゾコーデック対応のスマホと、GoPod だけという超コンパクトなシステムで、かつワイヤレスで、本当にね、ハイレゾ音源を楽しめるという素晴らしい製品になっております。はい、お次は、製品の外観をご紹介しようと思います。で、こちらがケースの外観、充電ケースの外観なんですけども、大ぶりなサイズが特徴となっております。で、大きめのケースを採用したのって、ちゃんと理由ございまして、やっぱりこのね、製品って大きめなハイエンドイヤホンやカスタム AM などを接続を想定されている方が多いと思うので、そういった大型のイヤホンでも収納できるように、こういった大ぶりなケースを採用しているのかなと思います。で、僕耳結構大きめなんですけども、こちらね、僕の耳型で作成したカスタム M とかも、はい、もう全然こんな感じで問題なく収納ができちゃいます。はい、なんで、大きいイヤホンとかね、簡単に持ち運びすることができます。で、あとケースを開くとライトが点灯するギミックが搭載されております。こちら面白いギミックですよね。で、こちらね、ケースの内張りですね、ケースの内張りは起毛素材になっていて、高いイヤホンとか収納するときも安心して、傷とかの心配なく、使える細かい配慮がなされているなと思いました。操作はこちら、ここがね、タッチセンサーになって、ここをタップすることで操作することが可能となっております。こちら本体はですね、片側 12g とかなり軽量な設計となっております。で、このね、イヤーループのね、形がかなり秀逸で、装着した時のね、違和感もほぼ感じず、形状に関しては、イヤホンの形状に依存しちゃうんですけども、めっちゃ装着感のいい TWS って感じですね。本当にこの重さを感じさせない設計となっております。はい、ではお次は実際に視聴した時の音質のレビューを簡単に行いたいと思います。じゃあリファレンス機はですね、ファイナルの A8000 ハイエンドイヤホンですね。こちらで、こちらをメインにいろいろ視聴を行ってみました。完全ワイヤレス Bluetooth アダプターで比較すると顕著な差を感じるほど音質が、優れた製品と断言ができます。本当にですね、もはや完全ワイヤレスイヤホンの枠組みを超えてですね、本当にワイヤレス Bluetooth ドングルあるじゃないですか。それとね、十分渡り合える音質といっても全然過言じゃないと思います。で、音の傾向はですね、ブランドらしい、 iFiO らしいくっきりとしたやや固めな、クリアサウンドで、音の輪郭がね、かなりはっきりとしていて、目の細かい粒立ちを楽しむことができると思います。全体的にね、すっきりとしていて派手な味付けは少ないので、それこそイヤホンの良さを素直に引き立ててくれる傾向かなと思いました。でですね、本当に広域のね、抜け感がですね、ワイヤレスオーディオ、完全ワイヤレスタイプでここまで出るんだ、もうそれこそ組み合わせるイヤホンに依存はするんですけども、こんな音質が完全ワイヤレスで味わえるんだなとね、めちゃめちゃびっくりするレベルでね、衝撃的なサウンドでございました。それこそね、ワイヤレスオーディオね、どんどん進歩はしてるんですけども、どうしてもね、音のこもり感とか輪郭の甘さとか感じてたんですけども、このね、GoPod を、いいイヤホンに接続して聞いてみると、もうそれらがね、一切感じられない不思議な感覚ですね。本当にワイヤレスなのに、ワイヤードで、それこそちゃんとしたアンプと接続して聞いているかのような不思議な感覚が味わえます。壁もね、感じない音の広がりも特徴なんですよね。詰まりがないって言ったらいいかな。で、Amazon Music のハイレゾ音源を LDAC 接続して聞いてみると、音の空気感や雰囲気がかなりリアルに再現されているなと思いました。で、一番の強みはね、音の情報量がかなり豊富で、解像感を重視した音作りかなと思います。で、ボーカルの唇の動きや息遣いなどがね、手に取るように、分かるレベルでしたね。低域はですね、すっきりとしていて、中高域の音の細かさがしっかりと引き立つような音質かなと思います。で、もともとね、今回、今接続してるんですけども A8000 って駆動力が低めな製品と組み合わせると低音がね、かなり痩せちゃって、しまうので、それこそポターンとかパワーのあるダップと接続するのを推奨したんですけども、すごいのがですね、この iFi GoPod はそんなね、 A8000 を全く不満なく駆動ができるっていうのが衝撃ポイントその2ですね。
本当で低域の押し出し感はね結構鋭くて、かつ低いレンジまでしっかりと再現されているなと思いました。300オームというハイインピーダンスで 4V 等もこのサイズからはね考えられない、とんでもない出力電圧を持っていて、それこそねマルチドライバー搭載のイヤホンであったりとか、平面駆動型ドライバーとか、まあ、静電ドライバーなどを搭載したハイブリッドイヤホンももりもり駆動ができますよということでございます。で、接続されたイヤホンに完全にマッチする出力を確保するために、なんとですねこのアダプターがイヤホンのインピーダンスを自動で検知して、それに応じてパワーを調節するというとんでもない機能も搭載されております。なのでこういうアンドロメダのような超高感度イヤホンと接続してもホワイトノイズに悩まされることなく快適にね音楽がね楽しめるんですよね。これもねまたいいところでございます。なんで高感度イヤホンからで、ここまでもパワーがあるのにもかかわらず、バッテリー持続時間はなんとね7時間、最大7時間でございます。なので本当に国内の出張だったら全然往復できるレベルで持ちますよと、充電を気にせずに長時間音楽を楽しめるのも大きなポイントかなと思いました。ハイエンド環境を完全ワイヤレスで構築したいなら、もうこの製品一択なんじゃないかなと思いました。ぜひ、お手持ちのイヤホンと組み合わせてお楽しみください。もちろん視聴機はですね、イヤホン、全店で展開しておりますので、持っているイヤホンと接続して聞いてみてください。パイレゾ対応のコーデックで、ご視聴いただくのが一番いいんじゃないかなと思います。以上、最後まで見ていただいてありがとうございました。イヤホンヘッドホン専門店、イヤホンのピアルサフ、かおちゃんがお送りいたしました。バイバーイ。